皆さんこんにちは、ぶどうちゃんです。本日は姫路新店のお店に向かおうのコーナーがやってまいりました。はい、以前ねこの動画でも取り上げた名古屋山の下にコナーズコーヒーがやってくるの動画を撮ったんですけど、なんと本日そのコナーズさんがオープンしますということで、本日はとある方と待ち合わせしていますので、その方と一緒に向かいたいと思います。それでは行ってみましょう。えいえい、ぷん。毎度毎度、キャプちゃん、こっからオープンのコナーズまで自転車ですぐなので10分ぐらいじゃないかな。はい、行きましょうか。え、コナーズちなみに知ってるんですか？コナーズちょっとだけ知ってますね。コナーズに詳しいって聞いたから今日読んだんで、他のお店行ったことあるんですか？2店舗ぐらい。別のオープンのところに行ってめちゃくちゃ行列だったって言ってたじゃないですか。っていうことは今日も姫路も行列の可能性あるんですか？あると思います。いや、姫路はないでしょ。絶対あると思う。いや、行列はないでしょ。じゃあ行ってみましょう。とにかく行きましょう。到着到着しましたけど、いや行列とかできてないやん。見てください、めちゃくちゃ行列です。皆さんごめんな、こんなにオープン並ぶと思いませんでした。でしょ。場所は目の前には中尾さんがあります。ここをずっとまっすぐ行くと姫路城の方に向かいます。今宿バイパスかな。姫路城マラソンのラスト2キロぐらいのところです。そしてこちらには名古屋マレーンが見えております。めちゃくちゃ並んでますけど。そうっすよ、コナーズすごい。知ってたんですか？ちょっと知ってた。いや、もっと言ってよ。でも本当ギリギリ入れるか入れないか、ね、てか正直姫路やから並んでないと思ってた。でしょ。でも絶対すごい人気っすね。何食べるか決めてんの？パンケーキ。パンケーキ。パンケーキとコーヒー。パンケーキ1本やね。はい、ご覧ください、駐車場もいっぱいです。なんと介護が必要な方はインターホンを押してくださいと。お、めっちゃ優しいですね。こんなん初めてかもしれん。今10時10分。あ、10時10分か。結構進みましたね。はい、意外と入れるかもね。意外と入れるかも。はい、なんかタッチパネルで予約聞いてくれてるんです。お名前でしょうか？お二人様ありがとうございます。お名前を書かせていいですか？ぶどうちゃんっていう名前でやってるんですけど、そんなんダメですか？ぶどうちゃんっていう名前で。ぶどうちゃん知ってますよ。見てます、見てます、見てます。もちこチキン食べてみてください。もちこチキンって唐揚げみたいなのがあるんですけど。そうなんですね。ワクワクしますね。ワクワクする。と番号札来たね。意外と驚いたのが、女性の方だけかと思ったら男性も並ばれてましたね。確かに3割ぐらい男性でしたね。ずっと安心してます。はい、お届けします。ありがとうございます。おー、チャンスでよ。幸せの横浜ハワイの精霊です。なかなか売ってないですね。これですね。はい。これはこれがコナーズで自家焙煎するコーヒーです。オリジナル。19番でお待ちのぶどうちゃん様、お待たせしました。はい。ではご案内します。当店で一番人気のホイップパンケーキがこちらのストロベリー&バナナホイップパンケーキです。ホイップが15センチぐらいあって、すごく写真映えできるパンケーキとなっております。お食事ですと、こちらハンバーグロコモコが人気です。ハンバーグがすごくジューシーで、私は個人的に大好きです。じゃあ頼んでおか。 ありがとうございます。そうです。あとは日本でいう唐揚げ、ハワイの唐揚げがもちこチキンって言うんですけど、実はお姉さんもこれおすすめしてくれました。はい、もちこチキンすごい美味しいんで。あ、そうなんです。ドリンクとかにもつけれるので、よかったらご検討お願いします。コーヒーセットにしてくれたんだ。できるみたいですよ。セットだと100円引きになるんだ。言わなくてもセットにしてくれたんですね、お姉さん。はい、お姉さん優しい。昨日お手元紹介のコーナーでございます。はい、こちらが紙ナプキンと、お砂糖は大日本明治製菓さんのお砂糖です。あ、これ姫路は珍しい。そして塩、お塩
コーヒー豆です。コーヒー豆でしょ。え、じゃコーヒー豆です。コーヒー豆足すの。コーヒー豆なんだ。これがシロップ。メープル。メープルシロップ。こちらなんですけど、卵を割っていただいてぐちゃぐちゃに混ぜてお召し上がりいただくのが一応、ね、食べ方なので。もちこチキンでございます。おー、これがあの、お母さんのハワイの唐揚げ、楽しみですか。おお、一気にいっちゃう。いっちゃいますよ。あ、トマト。これでもフィオーネちゃん連れてくると本当に喜ぶやつ。喜ぶかな。喜ぶ。いや、まあ、これじゃないかもしれないけど、パンケーキは喜ぶ。ありがとうございます。どう、ロコモコ。美味しい。ソースが美味しいですわ、めっちゃ。そうなの、うん、どんな感じだ。スパイシーな、うん、デミグラスっぽくて。あ、ハンバーグの味だ。いただきます。はい、体脂肪が気になりますので、まず野菜から食べます。あっさりしてる。そんな甘ったるくないですよ。食べやすい。これ食べれんの。幸せになるそうです。いただきます。はい、ハワイの唐揚げ、もちこチキン。あ、もちこ。もちこなんだ。あ、2人なのに3個や。はい、ジャラちゃんどう。おいしい。なんか香ばしいっすよね。ジューシーっすね、めっちゃね。すごい肉汁がすごい、うん、美味しい。チキンめっちゃ美味しかったんだけど。あ、美味しかったですか。もちこチキン、鶏のもも肉にあの味付けして、それをもちこの粉、あの小麦粉みたいなもちこの粉でくるんで揚げてます。じゃあ本当にもちこチキンですね。めちゃくちゃジューシーで美味しかったっすわ。 ありがとうございます。こちらストロベリー&バナナホイップパンケーキでございます。おお。メープルシロップと、これコーヒー豆入ってます。なんでコーヒー豆とメープルシロップかけてもらったらコフェラテとかカフェオレみたいな味、ホイップも楽しめるんで。そうなんですね。ホイップが結構多いじゃないですか、はい、でもめっちゃふわふわしてて、めっちゃ軽いです。なんでこれぐらいのホイップでも全然食べれます。食べたらわかる。めちゃくちゃノリいいじゃないありがとうございます。来たね。はい、こうか。うー、めちゃくちゃ美味しそう。もうこっち崩しちゃっていい。ほんまや。うわ、ふわふわ見て。ほら、よし、一気に行こう。ほら、一気に行きますよ。ほんまや。お姉さん言ったように、これふわふわや。そんな重たくない。食べやすいよ。甘ったるくないね。コーヒー豆をかけます。うまいな。え、めっちゃうまいな。私のおすすめは、断トツでティラミスパンケーキです。おすすめです。おすすめです。おすすめです。このお家みたいなやつ。これは中にエスプレッソが染み込んでるんで、ホイップとかが無理な人でも、中エスプレッソ結構苦味があるんで、甘いのちょっと苦手っていう人におすすめのパンケーキです。大人のパンケーキです。中のエスプレッソが大人です。かかってるのはこれ黒いから分かりにくいですけど、コーヒー豆なんですね。コーヒー豆です。こういうの置いてるとこないよね。おしゃれ。いっちゃって。いくよ。うわー。はい、お願いします。お腹すいたしました。うおー。うおー。じゃあ、そうそうそう。いただきます。うん、大人の味、美味しい。そうや、甘すぎず、うん、苦味もあって美味しいよね。美味しい。これ2個目だからかな、うん、でもその甘ったるさはでもこっちの方がない。2個目やから。これソースブランドでございます。はい、美味しい。苦いの？どうなの？あ、ちょっと苦いんですけど、すごいこう嫌じゃない苦さで、すっきりしてますね。アイス失礼いたします。アイスソースブランド。パンケーキに甘さがありましたので、こちらはブラックでいきます。ちょっと酸味が結構ありますね。いいコーヒーって酸味きついじゃないですか。それと庶民のちょうど間ぐらい。こんなに怒られるかな。酸味がちょっと多めなので、クリープ入れます。クリープ？クリーム？クリーム？
クリープでしょ。何おかしいねん。え、クリープでしょ。クリープ、クリームでしょ。これでしょ。コーヒーとクリープ。クリープってあの粉のやつです。白い。いただきます。ごちそうさまでした。はい、どう、テラちゃん出た。いや、美味しかったっす。やっぱコーヒーもパンケーキも美味しかったね。また来よう。舐めてたっすよ、この夏コーヒー。でも、オペレーションが良かったんで、ね、結構すぐ回ってきましたね。そうね、良かったっすわ。はい、ということで姫路の種は皆さんからの情報を元に成り立っております。当チャンネルのコメント欄か姫路の種のメッセージ送ってください。はい、ということでまた少し姫路の未来でお会いしましょう。さよなら。